今週の締め込めはこれです。はい、太田は実はですね、中学2年生ぐらいまで65キロでした。なんで痩せたかっていうと、夏休みに一回インフルエンザにかかったんですよ。で、治ったらめっちゃ食ってやると思って、治った病院の帰りにすごいお菓子を大量に買い込んで、ご飯食べて、夜にまた熱が出て、もう一回病院行ったらなんかまたインフルエンザで、で今度はあのガチの入院生活になっちゃって、で10キロ痩せました。はい、皆さん、風邪の治りかけに糖分と塩分の摂取のしすぎは絶対にやめましょうということでした。来週もまた見てね。バイバイ。なんで今週も私なんですかね、本当に。